ララポートララポート立川立妃ララポート立川立妃は東京都立川市泉町935の位置に位置し2015年12月10日にオープンした三井不動産商業マネジメントが運営するショッピングセンターである2012年に立飛企業と新立川航空機の経営統合によって発足した立飛ホールディングスが所有する不動産の開発事業の第一弾として 共同事業者である三井不動産に委託して SC を建設し、竣工後は同社がマスターリースの上で管理、運営する方式で2015年12月10日にオープンした。本施設は立飛中心部における新たな中核施設として、また多摩都市モノレール立飛駅とペデストリアンデッキで直結となる利便性を生かし、将来多外区との連結も視野に入れた。 時間消費型商業施設として構想された。敷地面積は9万2500平方メートル、そのうち、店舗面積は6万平方メートル、テナント240、駐車場3055台と、比較的小規模で、ララポート富士見よりも小さい。JR 立川駅からは、徒歩の場合、本施設まで30分を要する。モノレール以外の公共交通手段では、 立川駅北口から立川バスで立飛駅下車すぐ西武バスでは西武バス立川営業所下車で徒歩約15分を要する。このほか、モ久保街道沿いを走る村山団地線、玉川上水駅経由の4モール、武蔵村山線、砂杯、松中団地線などが通る立飛本社前停留所より徒歩で行くことも可能。立飛駅を通る立川バスは 従来便数が少なかったため、来訪手段としては、玉室レールへの依存度が高かった。2016年9月1日のダイヤ改正から、日中や土休日を中心に大幅に便数を増やした。駐車場については、オープンからしばらくは、国営昭和記念公園北側などに、無料駐車場が設置され、そこから無料シャトルバスが運行されていた。 直営駐車場は買い物をしないと一定時間無料にならなかったが、その後変更され、平日は終日無料と休日は1時間500円、1時間以上は30分250円、2000円以上の買い物で1時間無料、5000円以上の買い物で2時間無料になり、送迎バス付き無料駐車場サービスは終了した。稲毛屋が関東で展開するスーパーブルーミング、 ブルーミーバイナゲやパンケーキ店 X、N シングス、無印良品、グ、ユニクロ、ビレッジヴァンガード、東急ハンズなどが入居している。東地北側と東側は商業施設、西側は倉庫街、南側は観光町街である。ABCDE、近代建築2016年12月号 ?ABCD、ABC D 西東京エリア発のララポート。 立川市最大級の250店舗、三井ショッピングパークララポート立川立、日12月10日、グランドオープン、三井不動産株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.mitfudosan.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ1008012017年10月9日閲覧。 クリック。記者が行く立川かつての飛行場戦争の足跡、繁栄の奇跡、朝日新聞東京版2013年11月14日、玉ノレール、立日駅、南口改札など解説、ララポート開業に向け、立川経済新聞。 https://tachikaw.keiza.biz コロンススララッッシシュュ a スラッシュヘッドラインスラッシュ2038スラッシュ2017年10月9日閲覧。立川バス公式 HP 2016年8月30日閲覧。ララポート立川立機駐車場をご利用のお客様へ。ありがとうございます。